はい皆さんこんにちは。改めまして、工藤動産鑑定士で、工藤鑑定講座で鑑定理論の講師を担当しております、工藤さ鑑定士の川原といいます。では、今回第2部のテーマはですね、論文再受験生のための最新情報と学習の指針というテーマで、ンスをさせていただきます。ふだ私はね、私、東京の方で講義をさせていただいているんですが、えー、とつい先日、ですね論文式試験の発表がありましたので、それを受けまして、ですね今回大阪に来させていただきました。えー、と中にはこれちょっと見て 見ている方で鑑定試験の試験の中身はね。そんなに知らないって方もいるかもわからない。少しだけね。鑑定試験のね。ちょっと精度だけ。鑑定試験は担当式試験と論文式試験に分かれていきます。担当式試験がえっとマークシートの試験で科目としては行政法規という科目と鑑定理論という科目で成り立っています。 でそれに受かりますと論文式試験になりましてで科目としましては鑑定理論という科目とあと民法、経済、会計学ですね計4科目で出題されます、まあ、論文なのでこう記述していく試験ということになってきますで論文を受かりますと最終合格でそういった、ね、流れになっていますで、えー、とつい先日です、ね、10月の19日に、えー、と平成30年度の論文式試験の発表がなされましたので、まあ、それを踏まえて、まあ、どういったこの試験傾向で,で今後、ね、どういったことを踏まえて学習していくべきなのかお話をしていきます はい、では、えーと、こちらですね、これはの、の今年国土交通省が発表のときに、えー、ホームページ上に、ね、アップしました発表内容ということになってきます。で、えっ、ー、と、枠の中を見ましょうかね、枠の中、えー、土地鑑定委員会では8月に不動産鑑定試験、論文試験の実施し、789名の方が受験した結果、117名。 の方が合格しましたということ受験者数は3年連続合格者数は4年連続で増加しましたってなってますよねでズバリタイトルで合格者数が4年連続増加しましたってなってますよねなんかこれすごいと思いませんかねえー、っと我々こう資格の学校がやっぱりこうねえー、っと受講生を増やしたいが故にこう増えてますっていうのをアピールするのは結構ある話ですよねこれあの 試験を管轄する国土交通省が合格者が4年連続で増えてますってこうね大々的にタイトルとして使ってるわけなんですよね。まあ、つまりそれぐらい今業界的には本当に今人手不足でして、えー、と受験生を増やそうといろんなことをやってましてでやっぱりこういうタイトルをつけてやっぱり合格者が増えてるので。 ぜひです、ね、あの受験してくださいという方を、ねえー、今あの鑑定士が多分登録しているのが9,000人ぐらいと言われてましてそのうち鑑定士として実際仕事をしているのが6,000人ぐらいでこの6,000人の中で60歳以上の方が4割ぐらいい占めててると言われていますで、えー、っと公的な仕事だい大体70歳が定年なのでその60歳の方々がこうね定年してしまうと一気にこう鑑定士の人数が少なくなってくると言われています。 なのでこう公的な仕事がね成り立たなくなると言われてますので本当に業界は人手不足でこう危機感を持っているわけなんですね。だから官邸協会も国土交通省も頑張って受験生を増やそうという形でこういったタイトルをつけています。一応、過去4年間の経緯が下の米印のところで示されているんですけど平成26年度は受験者745名で合格者84名ですよね。ものすすすごく少ないでででね一番これ底だった時ですかか名しか1年間で 合格者がいないということで,ですね。ちなみに宅建試験の合格者って何名ぐらいかとご存知ですかね？3万人とかで、これ合格者が3万人ですかね？鑑定士は84名とかですかね。この動が本当に少ないですよね。本当にこの年は難しかったと思います。で、翌年27年度は706名が受けて100名ですね。こうぴったり100名が合格してましてで、28年度は708名受けて103名あんま変わってないですね。 で去年、29年度が733名ちょっと増えてますよねで合格者はというとそんなに増えてないんですよね106名で今年まあ受験生も増えたんですけど合格者が今までの増加率からすると、まあ、結構これでも結構増えてるんですね117名になっています。でえー、っともう少し細かく数字を見ていきますと ねえー、と合格者の属性等々を国交社から発表しています。男、えー、女比率ですと、えー、117名のうち男性が107名で女性が、えー、10名ということで、ね、ちょっと女性が減っちゃってますかね、もうちょっと女性が本当に、ね、受かってもらえたかったと思うんですけど少なくなっています。で平均年齢がこと三は、えー、35.8歳という形ですね。 去年が32.8歳でしたのでちょっと上がっちゃってますよね、ここやっぱり若い方とか受けてもらいたいので基本的にはこの平均年齢は下げていきたいと思ってるんですけど、あの今年は、あの去年は60歳以上の方で受かった人いなかったんですね、あの今年は60歳以上の方、4名受かってるんですよね、とてもすごいことだと思います、本当に。多分この4名の方々がこの平均年齢を上げてるんだと思うんですね、だから、上がってるんですけど、基本的にはまあ内実的そんなに変わってないと思います。この 6名60歳以上の方4名の方が挙げているだけで基本的な,なんかこう年齢層のね偏りとかそういったことはあんまり、ね、去年から変わってないんだと思います。で、えっと、一番重要な合格率ですね、えっと今年14.8%という形ですね、去年が14.5%ですので、あまりこれ変わってないですよね。 で先ほど言ったこう鑑定業界人手不足って言ってますね、本当に人手不足で、えー、といろんなこ,うことをチャレンジしてるんですよね。例えば東京都の不動産鑑定士協会は、えー、とゆるキャラとか作ったりとか、あとは鑑定士の歌を作ったりとか、まあ、それが役立ってるかどうか微妙なところなんですけど、まあ、いろんなことやっています。るガイダンスなんかを えと早稲田大学日本大学あとは名古屋の南山大学とかも行ってると思います大学にわざわざ行って鑑定士ってこんな魅力があるんですよってことにいろいろこうね説明もしたりもしていますいろんなことやってるんですねあと学生向けに鑑定士の魅力をアピールしてもらうような動画のコンテストなんかもやってたりしています今年2回目ぐらいですかねいろんなことやってるんですねでこう受験者を増やそうとしていますで合格者も増やしたいんですけどじゃあ合格率はというと えーっと去年14.5%で今年14.8%まあほぼ変わってないですよね。えー、っと人手が少ないならば単純に合格者数絶対数を増やせばいいと思いませんかねもうちょっと人数増やしても。えー 150名ぐらいししても良さそうな気がしますよね個人的にはどうかなそれぐらいしてもいいんじゃないかなと思うんですけどただ、えー、と国交省の意図はもう近年ずっと変わってないんですけど基本的に鑑定試験というのは例えば公認会計試験とかの変化を見てそれに準じて変わってきてるんですね。公認会計試験こう2段階になったのを見て鑑定試験も2段階担当論文に分けてる。だから他の資格のこう変更とかを見ながら最後の取り出し的な感じであの鑑定試験とか変わってくるんですよね。でえーと 公認会計試験もえっ、ー、と司法試験もあの合格者数を増やしてましたよね増やしました結果どういったことが起きたかというと,、えー、と単純に人数を増やしちゃった結果合格者のレベルが下がっちゃったんですよね下がっちゃったんです、えー、実際こうねレベルが下がっちゃっただからちょっと問題になりました、えー、合格者の方にちょっとレベル全然分かってないところもあるんじゃないかみたいなプラス単純に増やしちゃったんで えと就職難みたたいなな状況にもっっちゃったんですよねせっかく受かったのに弁護士事務所とか監査法人に入れないみたいなこともちょっと生じてしまったりしたことがあったんですねそういったこう弊害を見ていたので国交省としましてはそれを見て単純に絶対数を安易増やすってことは増やしちゃうと戻せなくなっちゃうのでそれはしないでつまりレベルを下げずにただ人手不足なので鑑定士の人数を増やしていきたいってことなのでこの「 15%というですね合格率率は維持して、まあね、レベルは維持しつつ分母の受験者を増やすことによって同じ15%でも 1000人受けた15%と、まあ、極端に2000人受けた15%と、単純に人数が違ってくるわけですよね、150名と300名で。なので、受験者を増やすことによって、レベルを維持しながら鑑定士の人数を増やしていきたいというのが国交省の意図だからこそ、いろんなことをやってるわけなんですね、それが意図なので、この率はもう今後もあまり変わらないと思います、そういったことが表れているのが、今回のこの率ということになってきます。ああとはじゃあ 科目等々の感じに見せますねこれも同じく国交省が発表したものなんですけど、えー、と先ほど申し込み者数であ受験者数ですね受験者数これ3日間受けた人が去年は733名だったんですけど今年は増えて789名という形ですねで合格者が117名ですねで、えー、と600点満点が論文式試験で配点としてねこう600点満点が。 配点として与えられてるんですけど、そのうち、今年の合格点は三百七十六点ということですよね。えっ、ー、と、六十三パーセントぐらいですかね。六十三パーセントぐらいですね。まあ、願書ですと、おおむね七割となってますので、まあ、一応願書通りのおおむねのラインということですよね。うん、で、去年は何点だったかと言いますと。コン今般参照で、平成二十九年とは、えっ、ー、と、三百。四十七点だったんですよね。 結構低いでですすよね去年点ですつまり絶対的な数値からすると大体、まあ、いい30点ぐらいアップしてますよね。ってことは何か受かりにくくなったのかレベルが上がってなんか難しくなったのかとか受かりにくくなったのかそんなことはないですこれは、えーと。全く同じ問題で全く同じ試験員が採点しているならば去年との比較というのはある程度有意義だと思うんですけど問題も変われば試験も変わってます。 でえー、と場合によっては、えー、と下たを履かせる、要するにこれ点数を少し、ね、上積みするような、そういった処理なんかも行うなんて聞いたことがありますので、この点数自体は意味があるようで、あんまりないとは思います。なので、えー、去年からすると30点上がってるイコール、じゃあ合格ラインが上がって、なんか受かりいくなったとか、そんなことはないですね。問題見てみると、別にそういった傾向が認められませんので、まあ、今年のラインとしては、一応600万点中、 この六十三パーセント三百七十六点が一応合格ラインだったということになってきます。で個別の科目ごとの点数を見ていきますと、うんとまずは、えー、と経済学は、えー、去年が平均点三十五点九点ですのであのそんなに変わっていないです。まあ今年も一問ぐらいでね確か難しい問題出て大体一問ぐらい変な難しい問題出たりするんですよね。で平均点はね今年もあんまり変わってないです。で会計学が去年がえっ、ー、と三十九点 8点だったのが今年は54.4点になってますよね。これ結構上がってますよね。えっ、ー、とまあ簡単だったと言えますかね。えー、簡単だったのがこれ逆にやっぱりちょっとポイントで取りこぼしができなかったということなんですよね。 これ結構ポイントですよねやっぱり簡単な問題ほどちょっとしたミスが点差になって現れてしまうのでそういった難しさが今年の会計学にはあったんじゃないかなってことですね。ちょっとした反りこばしでやっぱり合格したゾーンの中ですとやっぱ点差になってしまうので、まあ、それが会計学ですと一つポイントだったと思います。で個人的に今年一番勝負だったポイントだった科目は民法だと思ってます。これが結構ポイントだったんじゃないですかね えと去年の平均点が48.5点だったんですけど今年四十43.4点ですかね、えー、と初日の1科目目ですよねここ緊張の中でやっていくで、えー、と問題としては昔よりは問題自体は優しくなってるんですけどただ優しくなってるイコール点数が取りやすいかというと,、えー、と昔以上に知識じゃなくて論理性が重視されてるんですね。えー、と知識量じゃなくて 知識や基礎知識なんですけどそれをこう論理的にしっかりと論文に表現する能力みたいなものがある意味試されている部分がありますなので民法というのは一番論理性が試される科目なのでちょっと論理を間違えちゃうとうね 道が他のところに行ってしまうので多分まるまる点数を落としてしまうみたいなそういったことが一番リスクが高いのが民法だと思うんですよね。で初日で一番緊張の中で問題を読み落としたり勘違いしたりとかいろんな状況の中で結構合格者の中でもこの民法で失敗してしまったみたいな方がいるんじゃないかなって気はしています。なので今年は多分この民法が 意外とと合格者のの中ですす勝負どころの科目になななっっててていいいたんじゃないかなって気はしています結構ね受験した後いっぱいね合格、えー、と受験生の方聞いてみたんですけどやっぱり民法が「ここ失敗しました」とか「ここを、ね、こんな風に書いちゃいました」とか「模範解答例と全然違うんです」みたいなこと言ってましたんで結構ね今年は民法が、ね、勝負だったんじゃないかなって気はしています。 一方で私が担当する鑑定理論なんですけど、えー、と去年の平均点がこれ円周と含めた平均点なんですけど去年が124.2点ですねで今年が131.8点ですよねまあ大体7点ぐらいですかねでもそんなに変わってないと思いませんかね、えー、と去年はうんとまず 演習は DC 法が出ましたよ、ねえー、とすごい難しい問題でした。まあ、去年は DC 法をまるまる解けなくても,もう合格できるようなそういった年でした。大体いい60点ぐらいかとかが演習の合格ラインだったと思います。えー、と実際合格した方の点数も見てみてもそんぐらいでしたで。今年は演習はやっぱりちょっと応用的な継続家賃の問題だったんですよね。やっぱりおってこんなの出たのかと驚いたと思います。ただ、去年の DC 法と比べると。 一応対策もね。うちの講座の中でやってましたし、一応最後まで行けた人が去年よりはちょっといたと思うんですね。ちょっとだけで、その分の点数と。あと去年の論文の4問と比べると、今年の4問の方がどちらかというと気持ち書きやすかったと思います。去年はこう見込み値とか、確かに移行値とかね。そういう問題が出て、穴的なで。今年は4問ともそれなりに多分対策できていたと思うので、そういった意味で鑑定理論は？ ええまあ七点ぐらいですかね上がっています。ただなんか根本的な変更とかそういったことはねそんなに見られなかったということになってきます。じゃあ踏まえてどういった点注意して勉強していくのかっていうことですよね。うんとまずは、えー、とこう、ね、今年もね担当論文一発で受合格ね合格者の方いるんですけど、えー、と基本的にはこれいつも言うんですけど、えー、と論文宿試験は もちろん得意科目があるに越したことはないんですけど得意科目はどちらかというと個人的には作らない方がいいと思っています。 得意科目にするというのは普通レベルから得意にしていかなきゃならないのでこれ相当な時間を費やすわけなんですね当然その分他の科目に弊害が出てきますので得意科目を作ろうという意識はあまり持たない方がいいと思いますそれよりもやっぱり苦手科目をなくすってことですねやっぱりこれがポイントですやっぱり今の論文式試験は苦手科目が1科目でもあるとなかなか合格が厳しいということです苦手を普通にするのと普通を得意にするのとではもう全然かける時間はもう苦手を普通に スローが時間がね少なく済みます。例えば経済学って一番苦手する科目が、えー、苦手する方が多い科目なんですよね。で、苦手だって意識とじゃあ実際の合格レベルが難しいかというとそんなことはないんですよね。これみんなが苦手とするので思いのほか合格者のその合格ラインのレベルというのは低いわけなんですよ。なので苦手って意識をなくしてそのみんなが書けるレベルにも上げていくっていうのはそんなに思ってるほど難しくないわけなんですね。 どの科目も平均的に点数が取れるようにまんべんなく取っていくというのがやっぱりね論文合格への近道ということになっていきます、えー、っとうちもね直前にあの公開申し出を、ねえー、実施してるんですけどで公開申し出成績表が出るんですけどでこう特にこうトップ目の方でいるパターンとしましては例えば鑑定理論をすごい得意にしてで鑑定理論の点数が他の方よりもすごいいい点数で で結果はちょっと1科目若干苦手があるんですけどあまりにも鑑定療の点数がいいので総合点ではトップクラスで A ランクみたいなそういった人がいるわけなんですね。います。一方で C ランクなんだけどどの科目も得意不得意ないんだけどどの科目もまんべんなくな普通ちょいとか若干ぐらいな感じ取れていてでも総合点だとやっぱり C ランクぐらいの人がいるわけなんですね。で意外と本試験っていうのは 平均から上の点数は多分あんまりつけていないいなと思いま,すまあこれあくまで個人的な感想なんですけど本試験は平均から上というのはあまり裁量点とか仮点みたいなものはあんまりつけない傾向だと思います一方で平均から下というのは本試験は結構厳しく採点してるんじゃないかなと気がします特に論理性とか、ね、論理矛盾とか分かりにくさみたいなものは結構本試験は平均以下の方は厳しくつけてると思いますなので 予備校の採点ですと鑑定理論得意ですごく点数取れてる答案が実際本試験ですとそこままでの点数はもらえていないいなななんじゃないかなという気がします一方で予備校ですとあまり減点されてないところが実際の本試験ですと論理矛盾とか厳しく指摘されて結構減点されているような気がします。 なのでそのさっき言った鑑定量をすごい得意にして A ランクの方ですねこれ意外と本試験でポロッと落ちちゃったりするんですよ実際問題本当にで一方でさっき言った C ランクぐらいの平均的に取れる人が意外と本試験で受かったりするんですよねだからやっぱり戦略としてはどの科目もどんな問題でも平均的な点数が取れるようにまんべんなく勉強していくというのがやっぱりこう論文式試験ではこう戦略上も重要なんだということになってきます 今年、ね、担当しているのは鑑定理論なのでいま、えっと、だにあの鑑定理論って書けば書くほど加点的に点数がもらえるんでしょみたいに思っている方がいるんですよね、えっと。書けば書くほど点数が積み上がるみたいに、えっと、思っている方がいらっしゃいいまますすそれは全然違いますそれ違います。 えと関係ないことをいくら書いても点数にならないというのはこれ普通の感覚でそれはそうだなと思うわけですね。あの全然加点的じゃないです、えー、と今年に、ね、担当論文一発で受かった方がいるんですけどその方は、えー、と書くスピードが遅いのでちょっと苦労してましたどうしても尻切れトンボになっちゃうんですよね。 でアドバイスとしては今、鑑定理論は分量勝負ではありません。書けば書くほど点数がもらえる問題ではありませんのでもうコンパクトにキーワードをしっかり示して論理的にこれ分かりやすく、ね、パッパッパッと書いていけば分量が少なくともいい点数がしっかりもらえますのであの分量というのを分量をいっぱい書くということに、ね、恐れずに本当にコンパクトにまとめていけば 多くもらいますのでそんなにねあの書く量は、ね、気にしなくていいですよって形でその方今年一発で受かってますんで、まあ、実際そういうことですよね量じゃないってことかその方はだいたい答案の6割ぐらいとか普通でした50行のうちだから30行ちょっととか40行弱とかそれぐらいです普段 まあ確かにちょっと文字がちっちゃかったんである程度分量書いてるんですけどそれでも50行フルで埋めてるのはほとんどなかったですその方一発で受かっていますなので本当にねあの理論はね量じゃないです。これ普通の感覚で考えてみてください皆さんがねじゃあ口頭の面接官になってでこれについて何ですかって質問した時に相手が長々としゃべる人と一言で簡潔にしゃべる人でどちらが印象いいでしょうかね。 やっぱこう簡潔に言った方がが印象がいいわけでですすよねそれ同じです論文であっても、ね、鑑定量の試験でも同じなので要は聞かれていることにコンパクトに分かりやすく論理的にたッパりッパと書いていけば今はしっかりと点数がもらえる、ね、そういった採点をしていますのでとにかく、ね、あの量を追うということは、ね、しないでくださいとにかくこう範囲を絞ってです、ね、基礎を重視してそこをしっかりと固めるということですねそれが重要です。で一方で、えーとね 今試験問題の見直しがあってこう実務的な問題が鑑定理論のが出なくなっているわけですよね昔は結構出てました実務的な本当にちょっとテキスト外ぐらいの勢いの実務問題が、ね、いっぱい出てましたそれがなくなっているわけですねそれは一方でちょっと暗記色が強まっちゃってますこれは逆に言うとまあ逆に言うと暗記さえしていれば解けるの問題が増えてきているってことですねそういった意味では若干今まで以上にこう暗記の重要性がある意味高まっているというんですかね えと実務的な問題は出ませんだから覚えるべきものはもうモバイルとか、ね、テキストとかの基準留意事項をしっかり押さえればもう十分に回答できるような問題ばっかりですただやっぱり今まで以上に基礎を重視するがゆえにこう暗記色が強まっているのでちょっとした留意事項とかもある程度抑えていかないと今はなかなか、ね、合格等が解けないような非常にそういった鑑定量の傾向がこう認められるんだということになってきます。 はい、あとはそうですね、えー、ともしも、えー、と聞いたことがある人はあの、科目合格制というのが鑑定試験で導入されるかもしれないなんてことをなんか聞いたり見たりしたことはないですかね。えー、と一時期、ちょっとニュースになったんですけど、えー、と基本的には鑑定試験というのは、えーと、来年度の試験で何かを変える時には、前年度の論文式試験の発表と同時に何かを公表するんですね。 で今年平成30年度の論文本試験の発表の日に同時に出されたことは、まあ、来年度は新しい言語の試験からは、えっと、受験手続きが都道府県ごとじゃなくて国土交通省がま一括のね場所になりますよということはね発表されました。それだけですよね他は何も発表されていません。つまりは、えー、科目合格制というのは、えー、っともう少なくとも来年度はまあほぼ実施されなくてさらに言うと個人的な感想からすると 科目合格制は多分今後も導入されないんじゃないかなって気はしています。 えと正式には別にねあの導入するとか検討してるとか国交省も発表してあくまでこう部会の中で話し合いがなされているだけですので、えー、正式には発表していない上別に導入しなくても何もね文句言われる筋じゃないということなんですよね。えー、と科目合格制というのはあの中小企業診断士なんかでも導入されてるんですけどこれ逆にちょっとね浮かれにくくしてしまうようなそういった要素があります。えー、と科目合格というのは もう本当にその科目でこトップレベルの点数じゃないと科目合格ができないんですよねだからこう科科目目ごととでで見ちちゃゃううのレベルが上が上っちゃうんですよねだから普通に一発で受かるような人のこ邪魔をしてしまうようなそういった弊害なんかもありますのであの科目合格性というのは多分逆に言うとね受かれにくくしてしまうようなそういった影響なんかも大きいということで多分そういったことを見据えて多分国交省等々は 導入しないいいんじゃないかななかってて気はしていますなのでその辺はもう気にせずに今本当にえっとに、ね、短期で受かりやすくなってますこれほんと事実です56年前までは一発合格なんていうのはほとんどいなかったんですけどここ23年は担当論文は一発で受かる、ね、とか増えていますそういった方の共通するやり方はとにかく範囲を広げずに基礎を重視してそれを繰り返し繰り返し解くことによって でそれを論文ですので論理的に分かりやすく表現するということですねそれは重視されてます論理性はまあ今まで以上に重視されてるってことですねその辺を意識して学習していくっていうのが、えーね、来年の論文に向けてのポイントということになってきますでちょっと最後宣伝的なことになってしまうんですけどじゃあ来年に向けてレックとしては、えー、とどういったコースを準備しているかといいますとお手元ある方のこの紫のパンフレットをちょっと準備をしていただいて、えー、と一応大きく2つほどコースがありまして じゃあ6ページ、7ページの見開きのところを見ていただけますかね,、はいえー、とまあね。中上級者向けのコースとしまして大きく2つ、1つ目が6ページ、7ページ見開きの2019論文徹底強化コースというものになっておきます。 えとこれ冒頭で「分野別過去問解析プラスアルファ答練」というのがついているのが特徴ですね。過去問対策というのはなかなかねやっぱり余裕がなくてできていない方もね多いと思います。であの特に鑑定理論は最近基礎を重視しているのであの過去問の焼き,し焼き直し的な問題が結構出てるんですよね。なので結構担当対策えと過去問対策はまあ鑑定事項さらに他の科目もこう重要になってますのでただ過去問って量が膨大なのでなかなか対策というのは 自分でですとできないってことこですねなので取材されやすい過去問ですね焼き直しで出されそうな過去問をまずは徹底的に解析をしてさらにその類似問題をプラスアルファ 等連で出して書いてもらうみたいなものがこの分野別過去問解析プラスアルファ等連ですねまあ、過去問をペースメーカーにして過去問を潰しつつさらに各訓練もすることができるのがこの全33回の分野別過去問解析プラスアルファ等連ですねまあ、これがついているのがこの徹底強化コースでこれがついていないものがこの8ページの方ですね8ページの方 その答錬がついていないのがこの2019論文集中強化コースということになってきますま答、あ、錬メインのうちでいうと実践答連操座で講座適中答錬公開模試がついているのがこの論文集中強化コースですねこちらですね2つなりますのでまあ、どちらか取っていただいてもう来年の論文本試験まであっという間に来てしまいますので ぜひですね、今、官邸業界人手不足ですなので新しい官邸業界に担い手になっていただいて新しい官邸業界を、ね、皆さんの手で作っていただけたらなと思っておりますはい、じゃあ以上をもちまして私のガイスを終了させていただきます。ありがとうございました